中学受験どっちがどっち。これあの大阪王将がね、はい、京都王将に比べると店舗はちっちゃいんだけど、はい、このあの冷凍食品の売り上げすごいんですよ。あ、そうそう。じゃあちょっと縛ってみます。千谷先生、今日のどっちは。偏差値によって勉強の仕方って変えてる？どっちがどっち。でもあの、まあ、皆さんね、うん、まあ、塾に行ったりして、まあ、勉強続けているとですね、はい、なんかこう壁にぶち当たる時とかってありますよね、うんうんうん、だからまあ例えばよく言うのは偏差値で言えば、うん、45とか55とか65とかですね、うん、はい、これ40、50、60じゃないのがちょっと微妙ですけどね、うんうん、まあ、でも大体そういうところにまあなんとなくの壁があったりするんですよね、うんうん、でそういう壁に当たった時にですね、うん、やっぱりその壁を越えるには何らかのこう、まあ、方策を練らなきゃいけないんだけど、うん、やっぱりそれなりに勉強法ってやっぱり変えていく必要があるわけですよね。そうですね、うん、それでまあよく同じことやりすぎて、まあ、なかなか分からないということもあるので、あのどうやるかということですよね。そうですね、まあ、だからその壁に当たった時に今までやっていたことが、うん、まあ、このやり方がまあ量が足りないんじゃないかということで、うんうんうん、そのまま同じことをもう延々繰り返す、うんうん、そしたらまあ越えられるのかというと、うんうん、まあ、それでうまくいくケースもあるけども、そうじゃないことも多いので、うん、やっぱりそれぞれ考えてやっていかなきゃいけないということなんですよね。うんうんうん、そうですね。で、まあ、今から言う偏差値なんですけど、うんうん、これ前あのどこかで問い合わせというか意見が書いてあったんですけど、うん、あの正確にね、どこかの塾での偏差値っていうよりはですね、うん、まあ、偏差値45だと、まあ、算数が得意じゃありませんっていう感じですね。うんうん、まあ、嫌いかもしれないし、うん、で偏差値55っていうのは、まあ、算数普通またはちょっとできるかなぐらいの子ですね、うんうん、で偏差値65っていうのは自分では算数は得意だと思っている、うん、でそういうお子さんだと思っていいと思いますね、うんうん、はい、でまず偏差値45なんですけど、うんうん、まあ、これはまあ平均いってないわけですから、はい、やっぱり基礎的なことをしっかりやるべきなんですね、うんうん、まず第一は計算練習ちゃんと毎日やってますか、うんうん、スピードを上げるためにものすごい速度でイーッとなるような速度でやってますか、うんうん、基本問題そんな難しくなくていいので、テキストの例題ぐらいで構いませんから、うん、そういうのをしっかり解いてますか、うんうん、まあ、それだけですよね、宿題ちゃんとやってますかとか、うんうん、まあ、そのレベルだと思います、うん、今言ったようなことがちゃんとできれば、うん、計算練習して例題とかをきっちりやる、うん、宿題を、今日はやったけど次はやらないとかじゃなくて毎回ちゃんとやる、うん、そういうことをやれば超えていきやすい、うん、そういうゾーンだと思いますね。ちゃんとこう勉強の習慣をつけていくというところですよね。うん、これ意外とできてないお子さんって多いんですよね、うん、もうだから習慣つけるだけで、うん、その壁を越えられるっていうケースがあります、うんうん、その次に55なんですけど、うん、これはもう計算練習だとかも一応ちゃんとやっている、うん、例題レベルは解けているということで、うん、まあ、一般的な平均的な値は出るんですね、うんうん、でその上に行こうとするとどうすればいいかっていうと、うん、まず第一にやっぱり知識を増やす、うん、問題の解き方のファイルを自分の中に増やしていくことですね、うんうん、しかもそんな難しい問題じゃなくていいので、うん、例題レベルだとか、うん、練習問題とか、うん、標準問題レベル、うんうん、ここのところの問題の解き方のファイルをできる限り増やしていく、うんうん、でこれだけで偏差値の55っていうのは超えやすいんですね、うん、これぐらいっていうのはそんなめちゃめちゃ難しい問題が解けなくてもちゃんと超えていくことができますね、うんうん、ちゃんとあれですね、あの典型問題の定石を身につけていくということですね、この辺は。そうですね、うん、だからたくさん典型題を解いていってそれを覚えていけば、うん、あ、この問題も見たことがある、あ、これも見たことがあるっていう問題が増えてですね、テストを受けるのがすごく楽になると思いますね、うんうん、そうですね、でその次の65の壁を越える、うん、これが実は一番大変ですね、うん、これはまあ、 まあ今勉強なんしてますけど、うん、あの体を動かすエクササイズで考えると、まあ、似た部分がありますね、うんうん、だ例えばちょっとあの肥満気味で、うん、健康のためにちょっと運動しなきゃいけないっていうレベルだと、まあ、日頃からちょっと歩きましょうとか、うんうん、日頃から、ちょっと体を動かしましょうと、うん、物を取るときにですね、なんかちょっとこうやって取るんじゃなくてちゃんと歩いてって取りましょうとか、うんうん、そういう生活の形を変えるだけで、ちょっと体が引き締まってきますということですね、はいはい、うん、それがまあ45ぐらいだと思います、うんうん、じゃあ55っていうのはどうなのかっていうと、うん、まあ、ちょっと日頃から体を動かしてますけど、うん、ちょっとシェイプアップしてきたからさらに、健康のレベルを上げていこう、うん、ちょっと運動しようっていうレベルで軽くジョギングしようとか、うん、週に 2,3 回は軽くトレーニングしましょうとか、うん、こういうレベルになりますね、うん、まあ、そうするともうそれをトレーニングとしてやるだけで、うん、成果が出てくるということですね、うんうん、そうですね、はい、でもこの65以上に上げていくっていうのはもうアスリートになりましょうというレベルなんですね、うんうん、ですから、漫然とですね、それまでやっていたトレーニングを続けていくだけだったら、うん、まあ、超えられるような才能のある人もいるかもしれないけども、うん、超えられない場合は、それぞれまあコーチについてですね、うん、何が自分に足りないのかとか、うん、
どこが長所でどこが短所なのかとかいうことを分析してですね、うん、その人に合ったことをちゃんとやっていかないと、うん、記録だとかですね、うん、スコアとか伸びていかないということになりますよね、うん、そこまではまあ、結構ガバガバな感じでもこう伸びていくけどガバガバ、ね、うん、でも確かにアスリートまで行くともうかなり分析しやらないと伸びないですよね、その先。そうですね、漫然と、うん、まあ、普通の、まあ、軽いクラブ活動みたいな感じでね、うん、やってては、まあ、超えられないところがあると、うん、いうことになるでしょうね。まあ、その65の壁を超えるっていうのはなんとなくイメージで言うとですね、うん、まあ、言ったら最難関中ですね、うん、まあ、例えば、まあ、よく言う話で言うと関東だったら開成だとか、うん、関西だったら灘だとか、うん、ここの合格可能性があるよねっていうぐらいのレベルですね、すで、うんうん、にもう65とかガンガンと超えていると、はい、いうことであればだいぶ通りますよねっていう感じしますけど、超えることもあるけど超えないこともあるよねっていう子がこれをずっと超えていくっていうふうになると、うんうん、もうそのお子さんお子さんですね、その子供、うん、子供の、うん、弱点だとか、うん、特性だとかを捉えた上で、うん、それを潰していく、うんうん、得意なところは伸ばしていく、うんうん、っていうことを考えてやっていかないと、うん、合格っていうのはおぼつかないっていうふうに言えますよね、うん、そうですね、うん、まあ、だから例えば、算数で言えばですね、すごく知識はある、うん、テクニックは知っている、うんうん、だけども65の壁は越えられない、うんうん、っていう子供はですね、まあ、大体のケースで言えば、はい、テクニックがちょっと外れてるとか、うん、条件がちょっとずれて書いてあるとかいうものに対応できなかったりするんですね、うんうん、または問題文がちょっとまあヘンテコリンだとか、うん、神経根の問題が出たとかいうと、まあ途端に解けなくなっちゃう、うんうん、でもっと言うと、まあ、知識偏重できすぎているお子さんとかはですね、うん、もう知らない問題見たらもうそれで解くのをやめてしまうというケースがあるんですね、うんうん、だけども記憶力がいいから今までいろんな問題を覚えていて、うんうん、60は超えてくる、うん、でも65は超えられないんですと、うん、いうことがあるわけですね。そうですね、うん、で今まではその問題のファイルを解放のファイルを増やし続けたらこううまくいってきたから、うん、ちょっとサボり気味やからできてないちゃうかみたいな感じで余計やってしまったりしてそれでうまくいかなくなったりしますよね、こういう時は。まあそうですね、うん、でまあそうやってですね、うん、まあ、自分をこう追い込んでいって、うん、でもうまくいく人もいるんですね、それでね、うん、記憶力がとてもいい子とかはですね、うん、それでとにかく全部覚えていって、うん、でそれに、似た問題が、まあ、たまたま出たりしたら合格できると、うん、いうことで全くもって通れないっていうわけではないんだけど、うん、やっぱり安定しないんですよね、うんうん、だからそういう子はそういう知らない問題が出た時にどう対処しますかとか、うんうん、ちゃんと問題を解析して、整理する練習ちゃんとしてますかとか、うんうん、いうことをきっちりチェックしてあげなきゃいけないんですね。そうですね、はい、で問題の直しをするときもですね、うん、すぐはい解き方を覚えようってするんじゃなくて、うん、自分が一体何を間違えたのか、うんうん、この問題の難しいポイントは本当にどこだったのかってことをですね、うんうん、じっくり考えてやる必要がありますよね。そうですね、うん、ちょっと時間をかけるんですね、うん、とにかく速い速度でぐりぐり回転していくんじゃなくて、うんうん、時には立ち止まってじっくりやるっていうこともやらなきゃいけないというふうにやりますよね、うんうん、そうですね、はい、まあ、これに対してですね、うん、あんまりいろんなもたくさんの問題を解いたことないんだけど、うん、じっくり考えることによって成績を作ってきた子、うんうん、これも一定数いるんですね、うんうん、でこういう子にはやはり知識を入れるとうまくいきそうですよね。まあ、でもなんかそういう子って結構なかなか知識を受け入れにくい子ってなんかいますよね。そうなんです。でこれは違う動画で撮ったかもしれませんけど、うん、とことん考えてやってきた子っていうのは、うん、新しい知識を聞いてもですね、柔軟にそれをどんどん取り入れていくのに時間がかかったりするんですね、うんうん、先生そうやっていい解き方したけど僕はこうやってやるよって言って、うんうん、ずっとそれから離れられない子っているんですね、うんうん、そうするとまあそう簡単に上がりにくい、うん、なので意外と時間がかかったりすることもあります、うんうん、あとですねこれが落とし穴なんですけど、はい、そういうよく考えていた子にすごくいい解き方を教えるとですね、うん、もうすごい先生っていうことになって、うんうん、その解き方でしかやっちゃいけないって逆にですね、真反対に触れてしまうことがあるんですね。そうですね、僕は今まで考えてきたけど、うん、こんなに楽しんない方だったんだったら、うん、絶対それでないとダメだみたいになってですね、はい、今までよく考えてきたのに、うん、突然もういろんな解き方を教えてください、うんうん、それだけになっちゃう子っているんですね、うんうんうん、でそれもまたちょっと危険なパターンなので、うんうん、そうですね、しっかりと、まあ、指導者なりがですね、うん、コントロールしてあげなきゃいけないということになってきますよね、うんうん、そうですね、うん、ですから、まあ、今2パターン言いましたよね、うん、偏差値65っていう大きな壁を越えるためにはですね、うん、知識が強いお子さん、うん、テクニックを良くしているお子さん、うん、逆にすごく考えることができるお子さん、うん、それぞれに弱点を直していかなきゃいけないんですけど、うん、意外にそう簡単に治らないケースもありますので、うん、まあ、早め早めに対策をしてですね、うん、バランスのいい形に持っていくと、うん、その、まあ、65の壁って大きいんですけど、うん、越えやすくなるというふうに言えるでしょうね、うん、やっぱりその時の偏差値によってやり方を変えていかないといけないですよね。そうですよね。
まだそれがだから知らないうちにうまくできるっていうケースもあるかもしれないんですけど、なかなか壁が越えられないっていう場合はですね、意識して何がいけないのかということを考えてですね、今日申し上げたようなことを参考にですね、うまく乗り越えていっていただければというふうに思いますね。はい、今日はここまでです。